自質部公共局第31番に蝶々、K297 は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが1778年に作曲した公共局。パリの演奏団体コンセール・スピリチュエルの支配人、ジャンルグロからの依頼によって作曲されたため、パリの愛称で呼ばれることがある。公共局としては、第28番派蝶々、K200 以来3年半ぶりの作品となった。 マンハイム学派の影響やパリの聴衆の好みに合わせたフランス趣味が盛り込まれた点が特色である。また、楽器編成の上では初めてクラリネットを含む完全な二冠編成をとっているが、これもマンハイムの優れたオーケストラでこの楽器を十分に知り、パリでもそれを活用できたことによる。作品はモーツァルトとしては異例なほど遂行を重ねた上、ルグロの注文により、 第二楽章を書き直すという過程を経て完成し、1778年6月18日のコンセールスピリチュエルの演奏会で初演され、大成功を収めた。ルグロからの依頼で作曲された曲としては、もう一曲、フルート、オーボエ、ホルン、ファゴットと還元楽のための競争交響曲がある。第二楽章では、フルートの第二パート、クラリネット、トランペット、ティンパニは休止する。 全三楽章、演奏時間は約18分。ありがとうございます。